どうもほぼ日ラテアートの山下です。本日もよろしくお願いいたします。今回は LINE サポートの方で質問がありました。2杯撮りで2杯とも同じ全く同じように作れるのかっていう動画を、検証と、その説明をしていきたいなと思います。まず言い訳として先に言わせていただきますが、私のマシンは1杯用の時にちょうどベストになるようにチップを改造してますので、2杯撮りっていうのは非常に難しいです。ですのでもうブレまくりです。では解説に行きたいと思います。2杯撮りを行った時、左右全く同じに作れるかって言われましたら、かなり難しいと思います。やはりその原因として、こうピッチャーからピッチャーへ液体を移動させてる間にもフォームは分離しますので、やはりその影響もあって難しいですし、移す量が液体が多く動いて泡が動かない場合があったり、液体と一緒に泡が多く動いたりと、結構その条件を整えるというのも難しいかなと思います。ですので2杯撮りで左右全く同じに作るっていうのは私はほぼ無理だと思っています。そのため営業の時ですが、まあ、1個は綺麗に描けますので、1個は何でしょう、難しいフリーボアを描いて、もう1個は何かキャラクターだったり基本的なハートを描いたりして逃げる場合が多いです。今回はあえて分かりやすくウィングチューリップ2つで差を見ていただけたらなと思います。それではどうぞ。いかがでしたでしょうか。まあ、特に私のマシンの場合は、チップを変更していっぱい用の時に最適になるようにしてますので、特に顕著にこう出てきたかなとは思います。ぜひ皆さんもいろいろ試してみて研究をしてみてください。当店舗では1対1のラテアート教室を行っております。やはりラテアートっていうのは人それぞれ間違う点も違いますし、作り方も違いますし、やはり出来上がるフォームミルクも違っていきます。ですのでそれぞれの方に合わせたやり方でやらないことにはやはりうまくことをいくことはあまりないと思います。ですのでそれぞれのやり方を1対1で詳しくきっちりと説明させていただきますので、よろしければ一度ご参加ください。お待ちしております。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。